税6、62002号機、2012年ブロネーシャン B、博物館鉄道で、胴体保存されている税6、62002号機、2010年モントルー・オーベルラン、ベルノア鉄道税6、62001から2002系電車は、スイス西部のモントルー・オーベルラン・ベルノア鉄道で、使用されていた、山岳鉄道用に持つ、郵便号作り電車である。なお、本機は不、不 6型として製造されたものであるが、1962年の商号改正により、税6、6型となったものである。スイス西部のモントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道は、沿線に、レマンコ、モントルー、シャトーデー、グシュタードといったリゾート地を要しており、1901から12年の開業以来、1906年には、食堂車を、1914年には、サロン車を導入するなど、 観光輸送にも力を入れていた。そういった中、1931年には当時欧州、等で豪華列車を運行していたチャルのサロン車を連結したゴールデンマウンテン、プルマンエクスプレスの運行を開始することとなり、その牽引容器として用意された機体が、出録、6型として1932年に2001、2002号機の計2機が導入された本形式である。 本形式は1924年に導入された CFS4、427から28型にをベースに、車軸配置を BOBO BO の二軸ボギー車から BOBOBO BO BO の二車体三台車の連接車に変更して1時間定格出力を 423kW から 735kW に増強を図ったものであり、旅客列車乗客の手荷物等を輸送しつつ、列車中の荷物、 郵便車を省略するために、電気機関車ではなく、車体内に過失を設置した荷物、郵便号作り車として製造されている。運用開始後は、ゴールデンマウンテン、プルマンエクスプレスの他旅客、貨物列車の牽引に使用され、1939年の同列車廃止後も引き続き各種列車を牽引していたが、1962年の 称号改正により荷物室の形式記号が F から D に変更となったため、形式名が J6、6系2001、2002号機となっている。本形式は抵抗制御により1時間定格牽引力102、KN を発揮し、72パーミルで150トンを、牽引可能な協力機であり、車体、台車、機械部分の製造を、シグが、主制御機、主電動機、 電気機器の製造は BBC が担当しており、各機体の基板と機械品、電気品製造所、製造年は以下の通りである。ありがとうございます。